はい、皆さんこんにちは、ムーンです。ぷよぷよクエストやっていこうと思います。今回はデイリーミッションのこの100個赤ぷよ早速かむし、100個赤ぷよを消すっていうのにね、ちょっと挑戦していこうと思います。最高でね、何個消せるかっていうのをね、ちょっと検証していこうかなと思ってますね。見事に今0個でしょはい。でね、デッキはこれでいこうと思います。うん、スタメンでね、ほとんどね、やってしまいたい、やっつけてしまいたい。もうね、控えはね、ほんと適当に組んじゃいましたね。ルルを2体入れるのと、あとこれですね、ロージ久しぶりに使うんですけど、変換系の子なので、ちょっとね、個数稼ぎにいいかなって思って入れました。あとはね、やっぱり安定の漁師ですね。とちょっとね、ぷよくえ久しぶりの実況だから、ちょっとあんまりしゃべる内容がまとまってないですね。まあ、いつものことなんですけど。で、お伝えしておくと、多分年内最後になるのかな、このぷよくえの実況は。うん、なんか特に表だったイベントってないですよね、年末年始って。はい、なのでイベントはね、タイミングはね、いつも録画してきたんですけど、ちょっと年末年始なさそうだったら、今回がちょっと最後になると思います。でね、私11月の24日に初めてゲーム実況始めて、で、まあ、大体ね1ヶ月経ったんですよ。もうね、再生数がね、1万回超えてでね、うん、なんか1ヶ月でこんなにいくんだっていうのすごくびっくりした反面、もうすごく嬉しかったですね。はい、なのでね、まあ、ぷよくえの実況見てくださってる方、もう本当ありがとうございましたね。来年もどうぞよろしくお願いいたしますって、早めちょっと年末の挨拶をしちゃいます。はい、じゃあ行こうかね。うん、クエストはこのノボルル高原やっていこうと思います。ノボルル高原のこの一番難しいとこね、先を急ごうってところ、はい、ここで何個稼げるかっていうのをやろうと思います。じゃあね、ちょっとね、サポートを設定するので少々お待ちください。はい、お待たせしました。ちょっとね、イベントだからね、シェゾばっかりだったんですけど、もうなんとかルルいてよかったって思ってね、サポートもルルで行こうと思います。もう最近ね、笑ってばっかしだな、なんか、うん、年末年始のこの時期ってちょっと忙しいけど楽しいですよね。うん、で、私なんか笑い情報なので、ちょっと本当なんか皆さん不快にさせてたら、ちょっと直そうかって思ってるんですけどね、なんかどうしても笑いが出てしまうっていうね、ほんとすみません。じゃあ行きましょうか。はい、じゃあよろしくお願いします。行きます。皆さん、クリスマスってどうでした？もうやりましたか？それとも今日やりますかね？私はね、23にやったんですよ。もうね、お酒飲んだりね、めっちゃ食べたり、もうお腹が痛いです食べ過ぎちゃったそう、ケーキね、31の食べたんですけど、すっごい美味しかったです。うん、なんかね、一つの味だと飽きちゃうから、なんか4種類の味があって、で、それがホールになってるやつ、うん、を買ったんですよ。もうね、すっごい美味しかった。なんかホッピングシャワーだっけ、パチパチするやつ、あれがすごい美味しかったです。うん、あとね、なんかロッキーロードだっけ、なんかチョコレートのやつもあって、美味しかった。うん、とアイスケーキいいですね。でもね、なんか1日じゃね、食べきれなくってね、冷凍庫で1日お休みさせました。うん、で24日に食べきりました。これちょっとスキルたまるかなよいしょ。そう、ここまでにね、赤がいないと倒れちゃうんですよって。あー、でもまあいいか、まあいいか、まあいいや、まあいいや、まあいいや。そうね、ちょうどよくね、赤がいないっていうねあ、でも、あ、よかったよかったよかった。もう落ち込んの奇跡。はい、どうぞどうぞ。あー、よかったよかったよかった。で、これね、7ターンまでね、スキルがたまればいいんですけど、
だからね、リンゴちゃんのね使い道がキーなんですよ。ルル3回発動できるかっていう話ですね。それまでに倒れてしまったらちょっと意味がないというか個数稼ぎにならないんですけど、ちょっとルルをトップでゲームするの本当久しぶりですね。初代トップは久しぶりだな。普段のね曜日クエはね童話かボスで行ってますね。やっぱり早く終わらせたいからね。お、来た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 。ロージーも早いうちに使っちゃった方がいいのかなね。でもそれが個数にカウントされるんだっけ。あ、個数にはカウントされるけど、このスキルには反映されないのかな。まあ、いいか、使ってみます。はい、使ってみます。カミカミどうや。あ、でも、あ、いい感じに消えなかった。よかったよかったよかった。あ、やっぱりスキルには反映されないんだね、この個数っていうの。まあいいや、いや、まあいいや、ね、すぐに発動するし。そう、なんかね、皆さん多分ね何回か本当、で慌てんぼうで心配性かな、なんか自分の性格言ってて言っては心配性って言いますね、速攻で。あ、始まった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 よ、やるよ。じゃあね、まずはね、パプリスが厄介なのでパプリスを倒そうと思います。ですぐにリンゴちゃんを発動させようのはね、多分ね、あのルルン2発で倒れちゃうんですよ、この3体なので。1発目は普通にリンゴちゃん発動せずにやります。どや、もしかしたらリンゴちゃんいらないかな、どうだろうね。4、分からん。あ、分からん。これほんと難しいよね。もう分かんない、適当に消します。2連鎖そうで、こうなるのね。でこうなったらここがね難しいよね。まあいっか、じゃあもう一発普通に発動します。ほい、でパプリス倒します。どうだ。あ、なんかね、こういう時ね無駄に連鎖しなくていいよって。あー、でね、これもね私わからないよ。だから赤とかこの辺消えるんだろうね。うん、わかんない。難しいですよね、大連鎖チャンス。あ、いいね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 。よし、じゃあ最後はとどめを刺すっていう意味で発動しましょうか。リンゴちゃんとアプルルを。最近ね、なんか割とね訪れなしで録音で収録できてるって思いませんか。なんかちょっとねサクサクね収録できてるかちょっと嬉しくてですね、ノート PC ですけどね。よし、やった。はい、で今回はこれで終わりってわけではないんです。やっぱり個数ね、どのぐらいいけてるかっていうね。お、100個は消せてる。はい、そうですね。あ、でね、この先ちょっとねサポーターさんのね情報が載っちゃうのでね、ちょっとカットさせてください。はい、お待たせしました。じゃあ何個稼げてるかなって。100個はねいけてるっていうのは分かったね。うん、でもあの銀賞なんかもう一個上の段階のやつは取れてなかったから、100個以上何個未満かな。225個。そっかー、ねえ、なんか思ってたより稼げなかったのかな、どうなんだろうね。うん、まあいっか。私のさっきのデッキでノボルルの一番上のところを攻略したら225個ぷよが消えましたっていう話ですね。いや、これだと5回ぐらい回ればいけんのか。あー、でもなんかそう思うとちょっとなんかいいかもしれませんね。うん、じゃあね、今回はここで終了にしたいと思います。はい、じゃあね、またね次回多分年明けになっちゃうと思うんですけれども、またぜひとも私の動画よろしくお願いいたします。ではバイバーイ。